バスティーユ駅駅周辺長官図。現在のオペラバスティーユの位置にあった。駅右側は、ドメニル大通り AV、ドーマニール、バスティーユ駅とは、パリのバスティーユ広場に、かつて存在したバンセンヌ郊外線のターミナル駅。現存しない、廃駅である。1859年開業。パリ東部バンセンヌ方面への郊外線が走り、近郊への足として、パリ市民に利用された。 特にジョアンビルなどのマルヌ川沿いには、ガンエットというダンスホール圏安食堂が並び、パリ市民の休日の交楽として愛用された。1960年代になると、この東部バーンセンヌ線及び西部サンジェルマン線をパリ地下で結ぶパリ高速地下鉄アラエ A 線の建設計画が始まり、その完成により1969年12月14日にバスティーユ駅は廃止された。 その後展示会場として利用された後、1984年に解体された。跡地にはオペラバスティーユが建設され、フランス革命200周年記念日の前日にあたる1989年7月13日に落成した。駅から伸びていた高架橋は、そのレンガ作りの外見の美しさから現在も保存され、芸術の高架橋と呼ばれている。 高架橋科はガラス張りの区画として芸術家や手工芸のアトリエ、あるいはカフェなどの用途に使われている。橋の上は緑道としてパリ市民の散歩道となっている。ありがとうございます。